県は浜松市など遠州地域に供給している水道水に異臭を放つ物質が含まれていたと発表しました。この水を飲んだとしても健康への影響はないとしています。県は今日、浜松市や磐田市など遠州地域の五島町に供給している水道水に異臭を放つ物質が含まれていたと発表しました。物質は 2-メチルイソボルネオールと呼ばれるもので、カビのような匂いを放ちますが、県は摂取したとしても健康への影響はないとしています。先月14日、利用者から水道水から異臭がすると報告を受け調査を行ったところ、寺谷浄水場の天竜川からの取水に植物プランクトンが発生させた 2-メチルイソボルネオールが検出され、これが原因とみられています。希釈することで異臭は抑えられるとみられ、現在は他の川からの取水を増やすなどの対応を取っています。過去に似たような事例の発生はなく、県は原因究明に努めるとしています。